を隠して ある程度明るいところまで持っていって固定して、そして戻して撮影すると EF レンズでもこんなにボケで撮影できますと。うん、ただ逆にこれ絞るときはもっと難しくて、逆に思いっきり絞りたいときは、まあ逆、全く今の話逆で、こうなるだけ明るいところに持っていく。で16で固定されたから、ここで AE 固定してこれで持ってくると、まあ案の定暗くて見えないけど、まあでも一応その絞り切ったやつが取れるという話でした。以上。